年賀状をやめようかと思いましたが、1人につき63円で挨拶ができるのは意外と効率良いのかもと思い、数を偉いせず継続することにしました。年賀状自慢についてどう思いますか。僕まあ多分高校生ぐらいの時にもう年賀状じまいしてしまったので、その挨拶、63円でできる挨拶に意味があるのかっていうので、そのまあ知ってる人は会うから別に年賀状を書かなくても、あ、まあ明けましておめでとうございますって言えばいいじゃないですか。でその定期的に会わない人って別に定期的に会わない人なので、なんか会うようになったら、おお久しぶりですって言えばいいだけな気がするんですよね。で別になんかその年賀状を毎年送り合わないと切れるような関係の人であれば切れていいと思うんですよ。で僕別にそのなんか10年近く会ってない人とかいますけど、なんかたまたま10年ぶりとかに会って、あ久しぶりみたいな普通に話できるので、別になんか年賀状送ってなかったとしても人間関係は維持できるんですよ。なのでその年賀状がないと人間関係が維持できないような関係性という時点でもうその関係は大した関係ではないので、あんまり意味ないんじゃないかなという気がしてますけど、ただ営業の人は別ですよ。なんかその営業でなんか連絡取って、例えばその年賀状送ると相手のなんか子供の写真とか送ってくる人いるじゃないですか。でそのなんか子供に物を売りつける営業の仕事とかだと、うちになんかこういう製品あるけど今度使ってみないとかって広げられると思うので、そういう業務としては全然ありじゃないですか。